船橋理事は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、財務大臣政務官。学位は修士。北海道議会議員、北見市議会議員を歴任した。現在、自由民主党北海道第一選挙区支部長。また船橋西川建設の取締役も務める。北海道北見市生まれ。北見市立南小学校。 北見市立南中学校卒業。1979年、北海道北見柏美高等学校卒業。1983年、北海学園大学工学部道木工学科卒業。北見市内の会社員などを経て、北都建設の社長を務める。1991年に北見市議会議員に初当選し一期務めた後、1995年から、 北海道議会議員に当選し5期連続務める。2012年第46回衆議院議員総選挙において、北海道1区から自由民主党公認で出馬し、直前まで衆議院議長を務めていた民主党の横道高博を破り初当選した。現在の小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、 北海道一区では比例復活も含めて初の自民党議員となった。2014年の第47回衆議院議員総選挙では北海道一区で横道に敗れ比例復活もならず落選した。なおこの選挙で獲得した10万5918票はこの選挙における最多得票落選者、赤配率最高落選者であった。さらに比例北海道ブロックでは 自民党は3議席確保していたが1議席目を名簿順位1位の比例単独候補2位が小選挙区候補者の重複だったが船橋は席配率の差で小選挙区立候補者で唯一落選した2015年4月より北海小科大学大学院小学研究科に入学終始家庭終了二千十七年の第十八回衆議院議員総選挙では 北海道1区で横道の後継として出馬した立憲民主党の道忠池に敗れたが比例復活で当選し国政に復帰した。自民党の比例獲得議席数は3議席で名簿順位の1.2位が比例単独候補、3位が小選挙区候補者の重複だったが船橋は赤配率の差で小選挙区で落選した候補の中で唯一比例復活した。 2019年12月以降、統合型リゾート事業への参入を目指していた中国、企業 500.com から賄賂を受け取った疑いで、東京地検特捜部の捜査を受けた。500.com 側は、船橋ら衆議院、議員5人等に現金を渡したと供述したが、特捜部は、過去の収賄事件に比べ金額が少額である、ことなどを考慮し、2020年2月に、船橋を含む、 衆議院、議員5人等を不起訴にした。船橋は、500.com のコモンらの共犯として贈賄罪で起訴された、か、森君と個人から寄付があったことを認めた上で、政治資金収支報告書に記載されていなかったことについては、担当者が誤解して記載ミスが起きたと釈明し、2020年1月7日には収支報告書を訂正している。また、 資金提供を受けたのは札幌の観光会社幹部からであり中国企業からの資金提供ではないと弁明した。また同時期に有権者に年賀状を送っていた事実が判明し本人は事務の手違いと言っているが複数年にわたり年賀状を出していることから講演会関係者内部では犯人探しが行われたものの複数人の名前が挙がったものの確証を得られず また本人が手違いとうやむやにしたため、その後放置されている。ありがとうございます。